ニコストラテとして描かれたカルメンタ。カルメンタはローマ神話の出産と予言の女神で技術革新とも関係があり母子の守護神であると同時に助産婦の守護神である。神話上はラテン文字の発明ものとされている。ドウェイヨースインスクリプションはコラテン語の文字の現存する最も古い形態を示している。セルウィウス城壁のカルメンタリスモンソの名は ラテン語のカルメンに由来し、魔法の呪文、神託、歌などを意味する。英語のチャームと同じ語源である。本来の名はニコストラテだったが、神託を授けてくれるという名声を称たたえて、今のように呼ばれるようになった。彼女はエウアンドロスの母であり、エウアンドロスは仲間と共にパランティウムという都市を建設した。パランティウムは、後のローマ建国の起点の一つとなった。 ガイウス・ユリウス・ヒュイーイヌスによれば、ギリシア文字のうち15文字を変更して、ラテン文字を作ったのが、カルメンタだという。それを、息子のエウ・アンドロスが、ラティウムに持ち込んだ。カルメンタは、カメーネの一人であり、キンメリアの巫女でもある。彼女に仕える神官のリーダーを、フラマン・カーマンタリスと呼ぶ。彼女の神殿では、比較や他の死んだ川を身につけることが禁じられていた。 その神殿はローマのカルメンタリス門のそばにあった。彼女を祀ったカルメンタリア祭りは1月11日と1月15日に行われる女性の祭りだった。ありがとうございます。